Thank you.
マスター久しぶりね。いやー、待ちに待ちました。遅くなってほんとごめんねー。あまりにも久しぶりすぎて自分のキャラ忘れてしまいましたよ。でもこのバー、いい感じでしょ？だから許して。シーズン1のバーよりいいですね。おお、よかった。バーだけだと寂しいから、隣に服屋と靴屋を作ったよ。次回は、この辺りに他のお店とかアパートを建てて賑やかにしたいな。この丘陵地帯全体を家で埋め尽くす予定ですか？うん、将来的には。それにしては、建築のペースが遅くないですか？このままだと、島全体が完成するのにさらに何年もかかる感じだよねー。それはね、ナーは細かいところまで気にするから、時間がかかっちゃうということなんだよ。ほう、かっこいい言い訳にも聞こえますねー。ほんと、そうなんだって。サブチャンネルの動画を見てもらえばわかるけど、本当に時間がかかる。こだわりすぎて、建築が進まないのはバランスに欠けるのかもよー。で、厳しい。マスター、もう一杯。ダメです。ええー。もう結構飲んでるでしょ。サブチャンネルの動画はですね、試行錯誤して建築している様子が早送りになっているので、建築に時間がかかってるようには見えないんですよね。そうなの？しかも、今なあちゃんはおひゃくらオリジナルのカスタムヘッドもいっぱい作り始めているから、ますます時間がかかるんじゃない？そうそう、おひゃくら公式ブログで公開していて、これからもどんどん追加していく予定。みんなにもぜひ使ってほしいね。そうやってどんどん手を広げていくから建築が進まないんですよ。まあ、それがおしゃくららしいのかもしれませんけどね。今いいこと言った。なあはこれからもおしゃくららしさを追求します。こうして、おしゃくらの登録者数は、衰退の一途をたどるのであった。変なナレーション入れないで。ふふふ、マスター、また来るねー。それじゃあ、バイバーイ。また来てください。